次に聞いていただきますのは小郷でございます。作詞者は不詳でございます。作曲は木村花風です。平家物語の小郷を基調として歌われたものです。小郷は宮中に仕えることの名手でありました。時の帝高倉天皇の寵愛を受けていましたが、后が当時の権力者平清盛の娘であったところから、その怒りを避けて魚の奥へ身を隠していました。清盛の追及が厳しくなったので、小郷は今宵を最後にさらに奥へと隠れ家を求めようとしていました。たまたまその夜、源仲国が帝の命を受けて小郷を探し尋ね合ってます。小郷の思い、仲国の心境、嵯峨野の風景などが表現されております。ここも浮世の嵯峨の里、月の光もあらわなり、今宵人よとなりぬれば、さすがにものあわれにてそぞろしらぶるつまごとのねも先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。わからないところを教えていただいていいですか。はい、1ページ目の心のの心の老がなんか同時と書いてるんですけども、はい、ちょっとだけ同時って書いてるんですけど、一応同時の心、うん、老は同時ですか。はい。でその次の行の尋ねてのねは後歌でいいんですよね。はい、それとその次の行はうつらましはうつらましとこう。うつらましですけど、ね、12の声が出にくいんですけどね、はい、一応12、11。うつですね、うん、そして11も動く、はい、11も動く、うん、早くうつー、うん、うつーら、あ、うつー、違う、11も動く。だから11で歌っとけばそうしておきましょう。そうですか。なんで言ったらこれ山崎先生がね、低い音で調弦して歌ってらしたから高くなさったんですけど、だけど私たちの調弦が高いから、じゃあ11で「う」までは11でして「うつら」って「うつらまし」。この曲はあちこちにトンなのに声は1の声を使っているところがたくさん出てきてるんですけど、とっても難しくて。うん、そうやね。声はこの1の声ですよね。これはやっぱりそう歌わないとダメなんですよね。どないしたもんやろね。これ調弦がね、とにかく低くで歌ってらしたから、そんなになったんですけど。はい。私たち高い声でね、調弦してるから。1をトンの開放弦で歌うのがとても難しくて、難しい曲だなと思ったんですけど。まあ、一応決まりは1なんですけどね。開放弦1なんですけど。それと手ごとですよね。ここはなんか前に聞いたときに。山村先生がなんかお馬さんに乗って嵯峨野をね古語を探しに行ってるところなのよって言ってお聞きしたんですけど、まあそういう感じでお馬さんの感じがなんかを出した方がいいんですか。なんかそう言っておっしゃったので、はい、その人のね自由だと思うのね、そう感じるのは、はい、だから普通でいいんじゃないですか。普通でいいですか。はい、すいません。はい。最後のとこなんですけど、さっきちょっと私がなんかちょっと違うなと思ったのが、乱れゆくの歌の乱れのれがゆするのね。れ乱れってれゆく。だから乱れやから声もちょっと乱れてこう。はい、わかりました。したらいいんじゃないでしょうかね。はい、ありがとうございます。そぞろしらぶるのぶ、しらぶる後ろから3行ね。はい。ぶるって上上がっておりね。ぶるね。そうぞろしらぶるってうるっと回してる。そうですね。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。それと先生、一箇所だけ、最初の3行目の。あらわの次のなあっていうのはあれをちょっと先生歌っていただいていいですか。あらわなり二三にね。はい。あらわなりあらわなり。はい、ありがとうございました。じゃあね。はい。は。ここも浮世の沢の里月の光もあらわなり。ありがとうございました。どうも。